ありがとうございます。すいません、みんな。本日は韓国ツヤ肌になるための一アイテムをご紹介したいと思いますね。それではイントロ。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日は韓国ツヤ肌ですよね。ツヤ肌、皆さんツヤを求めてるんじゃないかなと思うんですけども、韓国の方々も男女ともにツヤっていうのはすごく求めて化粧品を使うんですよね。それで今日ご紹介するのが韓国ツヤ肌になれる一アイテムなんですけども、もしよろしかったら最後まで見ていただければと思います。で早速なんですけども、ご紹介いたします。商品はこちらになります。フラッシュアップさん SPF50+PA4+ ですね。こちらはサンクリームですね。そしてフラッシュアップ、フラッシュアップって言って肌が明るくなるんですけども、こちら楽天の方だと1550円税込みで、9点だと1000円なんですけども、あの配送料がまた別でかかってくんで、下の概要欄の方に URL2 つ載せておくんで、よろしかったらチェックしてもらって検討いただければと思います。こちらのまあ詳しい説明なんですけども、こちら皮膚刺激テストもちゃんとしてるんで、敏感肌の方もご安心して使えるのでおすすめだと思います。あとね、フラッシュアップって書いてあるだけね、肌がトーンアップして光を集めてくれるんですよ。反射して明るい肌を作ってくれるので、重ね塗りをするとより自然な明るい肌が作れるので、もしね1回塗ってもらってまだ足んなかったら2回3回塗ってもいいかと思います。セラパウダー配合してるので自然なプリズム光彩を演出できるので、ミシャの独自のスマート成分セラパウダーがサンケアを一つで生まれつきの透明光彩を演出するので、自然な明るい肌になってトーンアップするので、僕もねこちらね使ってるんですけども、サンクリームね7個ぐらい持ってて、いろいろ日によって使い分けてるんですけど、これも使ってるので、で韓国だとこちらは値段がね、僕は 30% オフの時に買ったので1000円もしなかったかな、800円ぐらいで買えたと思うんですけども、でこちら不自然な透明肌を作るのじゃなくて、自然な透明肌を作ってくれるので、ナチュラルフラッシュオンテクノロジー特許を取ってるんですよ。その特許技術でミシャが作ってるので、ミシャでよくあるんですけども、特許技術でミシャって結構作ってるものが多々ありまして、そういうのを活かして作ってるんで、でミシャもねこちらの商品ね、韓国の学生さんとか高校生とか使ってるので、まあ、ミシャ自体が韓国では学生コスメで、まあ、プチプラなんですけども、学生さんとかこれ使ってるんですけど、値段もね韓国で買うとね安いしね、ぜひツヤ肌を求めてる方はこれすごくおすすめだと思いますよ。それとこちら3テンションのタイプもある。そちらもね、まあ容量自体が 16g しか入ってないんですけども、そちらはちょっと若干値段は高いんですけども、気軽にカバンの中にね入れたい方はそちらの方でもいいと思うんですけども、まあ、若干高いので僕はこちらの方がね容量も入ってて気軽に使えるので、こちらの方をおすすめしてるんですけども、値段が安いしね、こちら50入ってて容量も結構入ってるので、まあ韓国来た際はねミシャに行ってもらってセールの時期に買ってもらうとすごくお安く買えるので、それか楽天や9点の方のサイトでご購入できるので、もしよろしかったらねそちらの方チェックしてもらってご検討してみたらいかがでしょうか。それと試してなかったね、どんな感じかやってみるので、よろしかったら見てみてください。感じがね分かると思うんですけど、こんな感じ分かるかな、こんな感じなんですけど、でこれでもね光をね足んなかったらね、またつけてもらってで叩く、どうでしょうか。ほらここで下と上違うの分かります、こんな感じ、だいぶ違うよね、こうやってやると、ほら上と下どうでしょうか。こちら韓国の肌ツヤをナチュラルに作れるので、値段もねそんな高くなくてお手頃な金額で肌ツヤ作れるので、光沢がピカピカしてる感じなんですよね。わかるかな、まあ、ぜひねこの動画では感じが分かってもらえればすごく嬉しいんですけども、すごくおすすめですよ。こうやって見るとね全然違うんですけどね、もう全然違う。これ男性の方もすごくおすすめなんで、化粧しない方でもこれ1本だけで光沢がある肌を作れるので、低刺激でちゃんとあの水分も与えてくれて水分補給もできるような感じになってるので、ぜひねこちらね気軽にね肌ツヤを作りたい方はねぜひ使ってみてはいかがでしょうか。今回は韓国肌ツヤの一アイテムをご紹介したんですけども、ここ何本か韓国ツヤ肌になるアイテムを何本かご紹介しようと思ってるんですけども、まあ、次回もね韓国ツヤ肌になる一アイテムをご紹介しようと思ってるんで、ぜひよかったら次回も見てもらえれば嬉しいです。でなんかね気になることがあったら下のコメント欄の方にコメントいただければ僕も随時チェックしてコメントお返ししてきますので、よろしかったらコメントいただければと思います。そんな感じですかね。今回の動画いいねと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。おっと、あと忘れてた。
こちらね、水分力、乾燥してる肌を落ち着かせるオアシスプラントが肌につけて水分力を上げてくれるので、水分力のテストも 41.5% から 47.7% まで上がってるので、水分力が上がるので、よろしかったら水分補給もできるので、サンクリームで、そしてツヤ肌も作れるので、よろしかったら使ってみてください。それではじゃあね。